やお、こんにちは、さっこです。東京でボーカルコーチやっております。レッスンの申し込みは下の概要欄のホームページからお願いします。はい、ということで今日はスキズですね。メガバースっていう楽曲かな。こちらのビデオが、ミュージックビデオ、何なんだろう。出ておりましたので、早速皆さんと一緒に見ていこうかなというふうに思います。はい、で、こちらですね。最初まず通しで聞いていこうかなというふうに思いますので、イヤホンと画面ちょっと見にくくなってると思うんですけれども、よかったら皆さんも別の機械用意していただいて、同時に再生ボタンを押していただけたらなというふうに思います。ということで、カウント入れていきたいと思います。3、2、1。なんか食べてる？あ？ハッカー的な話ですか？おお。あ、監視カメラを見てるおじさん。はい。やーべえぞと。記事の奴らだと。やばやばいじゃん。わあ。ピーが。すごいね。やば。あ、やば。おお。ええー。すごいね。ええー。痛い。ウォー。ああ。すごいね、もう。やばい、やばい。やべえから。すごいね。やばいやばいやばい。ねえ、もうめっためたにされるやん、おじちゃん。どういう立ち位置？やばいんだけど。Better run. Megaton. うわ。恐怖だよ、恐怖。サイコスリラードラマみたいな。ビッグバン。うわ。サムネ。絶対今のサムネなんだけど。え？脱ぐせよ。お？お？怖すぎでしょ、怖すぎでしょ。 Next eggs。 何？コラボですか？ねえ、タブロ先輩とコラボですか？え、やーば、やばいじゃん。やばいじゃん。ね、レコーディング映像ね、これね。はい。また、ちょっと、レコーディング映像で結構ゆったり時間がないと、撮れなくて、ちょっと今、結構ね、スケジュール激しめなんで今。そう。なのでね、ごめんなさい。先にちょっとね、こっちのメガバースの
そっちの映像を見させてもらいました。はい。いやー、ちょっとすごいね。タブロ兄さん出てきたね。最初さ、あれ？どっかで見たことある。あれ？ラッパーさんじゃなかったっけ？みたいな思ったら、ね、ここにタブロって書いてあったんで、よかったです。タブロ兄さんでした。はい。いや、マジでいかついね。さ、ちょっと MV の意味とか一旦ちょっと置いといて、普通に声やばくないって、まあ、ピリちゃん入りもなかなかの刺激でしたけど、ちょっと私的にはさ、もう意味わからんぐらいのピーですよ、これ。信じらんないぐらいピー入ってますよね。すごいね。はぁ。で、この明瞭さっていうか。口元の使い手ですよね、彼はね。で、しかもやっぱ歌もうまいっていうさ、ずるくないっていう。ね、ずるくないって話なんですけど。ちょっとやばいなぁ。で、スンミンくん、結構、スンミンくんってさ、場面が変わるみたいなイメージ感で使われる時って多いじゃないですか。そう、なんだけど、結構強いんだよね。そう。なんか、いつものこう、ふわーんと柔らかくなったら落ちるっていうよりかは、結構激強なまま行くんですよね。で、ごめんなさい、ちょっと、ハニハニをね、言ってないじゃないですかっていう。すごいよね、ここ二人はね。このラップ兄弟やばいよね。ほんと、なんだろうな、強さと速さとっていう。まあでも言うてまだここ、そんな速いって思ってないんだろうな、本人たちは。っていう感じ。スピード感的にはもっと速いラップやるもんね。まだゆっくりなぐらい余裕ありそうな感じですよね。恐ろしいね。で、これピリちゃんがさ、パッと見るとさ、ね、兄貴出てくるっていう。え？やば。この低音のバンジャー先生のラップですよね。ビッグバース。やべえて。やべえて、マジで。で、私さ、その、スンミン君の人のリノちゃんにちょっとドキッとしちゃったんだよね。また、超いい音。怖すぎだよね。怖すぎ、ヒョンジン君。ね、後ろからヒョンジン君来たらマジ大悲鳴ですよね。うん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 。いやー、ちょっといかついな。あ、そうだ。で、ここさ、リズム？Welcome to the Stray Kids Hot Make a Boost。うん。ちゃん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 ってこう、早くなってくんだよね。うん。メガバースでぶっ飛ばすっていう。ピリちゃん、いかついよ、これもう。だ、もう、大怪我ですよ。うん、本当に。で、ずっと見張られてんだよね、みんなね。みんなにね。うん、怖いですね。すごいな。Song 4のさ、ファ、ファ、メ、ここの弾き。マルポナゲ、ここも、ポーノとめちゃめちゃ強いしね。メガトーン。トーンが好き。やーば、メガポーン。ここは、韓国語の発音になるのかな？メガポーンってね。うん。メガフォンじゃなくてメガポーン。もう、ちょっと強いわー。アイエンな。アイエンここ結構無機質な感じっていうかさ。うん、退屈そうに歌うんだよね、これわざとね。そういう指示もあったんだろうな、きっと。のバリーが良すぎ、リノちゃん。バリー、ちょっとしゃくるんだよな。いい音、リノちゃん。どんどんいい音になるんだけど、彼。あいち、これ上げる音もすごいけど、スピードですよね。なんかもうコロコロしてない？すごいよね。下よう回るな、そんなにっていうぐらいコロコロしとるんだよね。で、そのコロコロからのこのヒョンジンくんのちょっとこう、なんだろう、フレーズの捉え方がねっとりしていく感じ？ここのスイッチ感がまたいいですよね。ね
いい表情だし、いい声。結構、アイエンは感情を入れたりとかっていうイメージ感はないかな。この楽曲に関しては結構クール系な、ね、クール系男子みたいな感じですよね。クレークレース。綺麗な声。音の質感がね。いや、結構、リノちゃんが情熱的に聞こえるんだよな、私には。こういう表情の歌い方じゃないよねっていう。結構情熱的。この眉毛ピクピクがいいですよね。見張られてるのよ、ずっと。綺麗。怖すぎ。チャルチョンって、ここの今、キュルキュルした音が入ってきたのも最高だったんですけども、これが怖すぎ。何悪いことされてたのこのおじさまは。どういうことなの？なんかさ、監視カメラを見てる警備員の人とかっていう立ち位置だと、私はすっかり思っていたんですけれども、なんか違いそうだよね。相当悪いことされてないと、こうはならなくないっていう。もう、フルボッコ行かれてますからね。いや、これ。ビリちゃん。Better run。この低音でちょっとガリッとした Better run がやばいよね。Megaton。ちょっとこう舌が後ろに引いてある感じもすごくいい。ここら辺のアイエンの声とか、本当なんか後ろでちょっと聞こえてるぐらいだよね。わーって音がすごい、音の情報量やばいっていうか、ちょっと耳塞ぎたくなるぐらいバックの音でかいんだよね。このストレイキッズがさ、いろんな音程あるのやばくない？なんか層が見える、ミルフィーユ状態、声のミルフィーユ状態みたいになってるんだよね。ストレイキッズ、いかつ。これさ、多分お腹のとこかなんかにこう、ま、あれだよね、カメラつけてこうやって撮ってんだよね。すごい、なんか、それ、こういう絵見るとめっちゃ 2PM 思い出しちゃうんですけど、私。そう、懐かしくなっちゃった。この、走ってる時のこの絵ね。いやー。やば。どうなんだろう、お腹につけてんのかな、今の技術で言うと、そんなことしなくてもいいのかな。どうなんだろう、ちょっとお腹につけてなさそうだね。どうやって撮ってるんだろう、これ。なんか CG 処理みたいなのしてるのかな、なんかね。いや、最近のまた技術って全然また昔と違うからね。すごいね、こういうなんかスリラーな感じがめちゃくちゃ伝わってくるね。怖いよね、でもね、マジで。このコンクリートのさ、あれじゃない、なんか牢獄みたいじゃない、なんか場所が。普通のなんか建物じゃないもんね、このコンクリートの感じがね。 This is a mega first big bang! Big bang! 好きすぎ、バンチャン先生。マジで。全然逃がしてくれないのよね。でもさっきさ、あれじゃないの？エレベーター乗って別の階行ったんじゃねえのって話なんですけど、ちょっとわかんない。ごめんなさい。そこまでなんか、ちゃんと見れてないかもだけど。どこ行ってもバンチャン先生がいるんだ。やばすぎ。外出たはずなのにね。やばいじゃん。どの部屋入ってももうこれなんだっていうね。やば。Welcome to the Stray Kids Hot Mega Bus。やば。で、タブロ兄さんが出てくると。タブロ兄さん。なんかスーパーマンが囚われた思い出しちゃう。タブロ兄さん見るとね、スーパーマンが囚われた、めちゃくちゃ思い出しちゃうな。確かお子さんがハルちゃんっていう女の子だったと思うんだけどね。かわいいのよ。混乱ですよね。タブロ兄さん、しかしなんかめちゃくちゃイケメンじゃない？タブロ兄さんなんか磨きかかってんだけど、ビジュアルに。めっちゃかっこいい。好きずね。映ってますよね。ピリちゃんがね。はあ、ですよね。ストレイキッズになってるんですよね。で、こっから、だからこれはもうさ、楽しみじゃんっていう。そういうことじゃんっていう。
タブロさんって入ってるわけじゃないですかっていうね、うん、いや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 、ちょっとなんかまた次があるよねこれっていう、そこのこう楽しみ感がえぐいっすね。結構リクエストでこのメガバースを見てほしいみたいなね、方が結構いらっしゃった記憶はあるんですけど、ちょっと、ね、ビデオ、ね、ミュージックビデオ出てて、ウェーってなって、もうすぐ今、パッと撮ったんだけど、今初めて聞いて、これライブでやったんだって思うと、その、ピリちゃんのね、このリズムのとこだったりとか、ラップの、ね、この、ね、叩き、もう、太鼓ですよ。うん、ラップの太鼓感とか、うん、すごいね。結構強強な感じでございますけれども。はい。レコーディング映像、先ほども言ったように、ちょっとね、時間がもうちょっとゆったりしないとなかなか、私もこう気持ちがすいてなかなか撮れなくてですね、今まだ撮影ができてないんですけれども、もしリクエストとかがね、結構多ければ撮ろうかなっていうのは考えてます。ただ、ちょっと現状、なかなかスケジュールの兼ね合いとかもあって、ゆったり撮影ができる時間がなかなかないので、そこら辺はちょっと皆さんの、リクエスト次第ってとこですね、やってほしいって、全然気を使わなくていいので、もし、私見たいとか、そういうのがあればぜひぜひコメント欄とかそういうところで教えていただけると、あ、ちょっとじゃあ私も頑張ろうかなみたいな感じになりますので、ご興味があればですけれども、ぜひぜひコメントいただけたらと思います。はい、ということで今回、ストレイキッズのメガバース、下の概要欄の方に公式のリンクを貼っておきますので、もしまだの方、投資で見たい方はぜひそちらから飛んでみてください。はい、ということで今日はこんな感じで動画を終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。